はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合なんですが、年齢的にはですね、もう老齢厚生年金を受け取っていただける、そういう年齢になっておられたとしましても、役員報酬が高いので、年金が支給停止になっていて実際受け取れていないと、こういう役員さんが結構多いと思います。そこで私どもでは、そういったお悩みを解決できます役員報酬最適化という方法をお伝えしております。役員さんの役員報酬年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実はこの支給停止になっている老齢厚生年金を受け取っていただくことができるようになるんですね。ご興味がある社長様いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。